熱血中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。キラキラ。さあ、今週のゲスト様です。ギタリストの神崎充さんです。はい、イエーイ。満を持して登場もと、はい、宮崎のギター界のレジェンドっていうと本人怒りますよ。そうですね、まだちょっとレジェンドにまだまだこれからまだまだこれから、はい、でその前にあの大きなハードルがこの番組にはございまして、はい、なるほど。熱血中年の星というからには、はい、中年と認めていただかなくてはいけない、うん、ほう。でカンチャン先生としてはカンチャン先生は、はい、どうでしょう、中年として。これはですね、半分は見てますけど、半分は見てません。その心は年齢的には中年です。だがしかし、だがしかし、だがしかし、はい、心は14歳。ということなので、14歳 ?14 歳ですね。あ、何か14の時にあったんだな。キーワードはね。キーワードは。14歳。あるんですね。ということで、はい、あのこの番組はこうちょっと自分史的な要素がたくさんあるので、うんうん、まずは神崎充さんについてですね、掘り下げて、ね、知ってそうで知らないというね、聞きたかったけどちょっとこうね、そう聞けなかった神崎充先生、うんうんうん、ね、ちょっと訪ねてみたいよ。そうですね、大丸は宮崎市。そうですね、なんかね、日南で生まれたという説もあるんです。小説ありますけど、はい、まあとりあえず宮崎で、宮崎で、はい。そして、何かキーワードが登場するかどうかわからないんですけど、うん、宮崎地元の小中高、あ、小中高、小学校、中学校、小中のオスとか高とか、あ、何言ってたの、なるほどなるほど、はい、そうですね、もう宮崎市内の小中高で、でもギタリストとして、はい、そうですね、もう本当一流のミュージシャンです。どうやってこうきっかけ、ね、きっかけ、この世界に入られたとかっていうのがまず一番聞きたいことなんですけれども、さて音楽はですね、やっぱラジオ、ね、ラジオから聴くと音楽の、例えば当時の歌謡曲だとか、はい、いわゆるポップスだとかね、あれを聴いてて多分そういうのが好きだったんですね。それはあったんですけど、あのギターを始めるきっかけというのがありましてですね、ギターを始め、はい、それはですね、小学校の頃にいわゆる怪獣が大好きで、怪獣、ゴジラとかモスラとか、あの怪獣とギターとか、まあ、その辺の子供たちは大体そういうふうにね、確かに怪獣が好きだった、うん、それで冬にですね、5年だったかな、冬休みに怪獣大戦争という映画を、あ、どうもありましたね、ゴジラ、モスラ、ラドン、キングギ、ソーキングギドラみたいながあったんですよね、まあ、それ見に行ったんですよ、ただはまあ、いわゆる某東方、某やないですね、某やないですね、東方で、はい、あの大体の昔の映画って2本立てとか3本立てとかね、だったんですよ。その時に、同時にやったのがね、加山雄三さんのですね、エレキの若大将っていうのやってて、エレキの若大将と怪獣大戦争と抱き合わせだったんですね。もうどちらとも東方の、まあね、すごいな、看板映画ですからね、で、まあ、加山さん、あのゴジラももちろん良かったんですけど、その、まあ、加山さんがですね、このエレキギターを弾く姿に痺れまして、いわゆる痺れてますね、痺れました、痺れて、で、ギターに興味を持ったね、じゃあ最初にところがですね、私は小学校なんで、あ、そうなんだ、しびれてただけだったんですよ、小学校なんで、まだまだね、あの当時の経済状態ではね、ギターをカチャッ、ギター買ってくれなんで、あのね、ちゃんちゃんみたいな感じだったんで、まあね、憧れっていうかあるんですけど買えなかったんですね、そしたらまあ中学に入って、はい、入りました、中学、はい、ギター部、ギター部じゃないんで、ギター部じゃない、バンドとか、ところがですね、まあ自分のギターがないんですよ、ここに。それはそうですよね。そしたら自分のギターをどうして取り入れたかですね、昔は立花通りの山頂にですね、まあ、西村楽天という大きい、大きい、まあ、当時はですね、その時ですね、河合楽天という、ありました、ありました、そう、当時は多分西村よりも大きかったビルをドンと建てた、あったんですよ、ありました、あったんですよね、そこでね、店内クイズみたいなのやってまして、店内クイズ、例えばここは〇〇楽天みたいな、誰でも分かるやろこんなもんみたいな、西村楽天って誰も書かんやろみたいなクイズがありまして、で、応募したらギターが当たったんですよ。なんと可愛いのギター、可愛いのギター、可愛いの、まあ、クラシックギターなんですけどね、最初に手に入れた、すごいね、武器で手に入れた運で、そうなんですよ、出会い、はい、まあ、Facebook 見ていただければ私がこうプロフィール写真で弾いてるギターがあるんですけど、あの可愛いあの写真ですね、そうです、高校生の時のあのギターですね、はい、今でも持ってるんですけど、すごいね、はい、それでまあマイギターを手に入れたんで、まあ、そこからギターをこう弾く
日々が始まったっていう。じゃあ自己流でってこと。あの当時はみんな自己流ですよ。確かに ね、うん、いろんな映像もないし先生もいないし。で、あのコードとかはどうやって学ぶ、はい、どうやって覚えたんでしょうかね。なんか謎なんですよ ね、それなんかこう付録雑誌の付録。ああそれはありました。明星平凡もね、あの隣に親戚のあのなんかないとこがいて、女性の方が、やっぱ芸能界好きで、で平凡とか明星とか見た、そしたら付録でついてくるじゃないですか、ダボンが、多分あれ見てこう弾いてた記憶がありますね。すごいね。最初に覚えた曲ってなんだろう。なんやろ。ただね、僕の友達がギター行く前に、あのそこはちょっとお金持ち でギター持ってたんですよ、そいつがね。その時にね、なんかこういうのね弾かせてくれたんですよね、なんとなく。これよく覚えてます。C A マイナーってコード、 A マイナー。当時はもう当時を彷彿とさせるコード進行。そうね、もう黄金コードですよ、コード進行です。これ弾いたらよく覚えてるんですけどね。それからズブズブズブっとこうその世界に。そうですね、うん、まあ、ここに入ってから、まあ、あのなんかな、本格的にバンドとか始めて、バンド、でも器用にいろんなバンド、まあ、いろんなジャンルのバンドが組めたっていうのが。そうです ね、だからもう当時ここの時まで実はあのフォークバンドとロックバンドを同時にやってましたね。すごいですね。なかなか、はい、空き缶というですね、有名なサークルっていうか、あれ何なんですか。あれ宮崎大学の慶応学部に空き缶っていうのがあるんで、はい、でうちら全然関係ないんですよ、それは。あ、そうなんですか。ただうちのバンド名というかグループ名から、はい、あの取ったらしいです。で私はそこに一切関係ないんです。なんでですか。なんででしょうかね。なんで宮大でもないし。大学のサークルが多分ね、あの同じ音楽仲間で宮大のやつがいて、でそいつがなんかつけたんじゃないかという話があるんですけどね。すごい。その時のフォークバンドやつ で、で同時にですね、あの海優三郎先生というね、出ました、ドラムのね、はい、方がいるんですけど、濃いですね、その2人、ね、レジェンドですね、そうそう、はい、長いしょ、もう解散とかね、それがまあロックバンドやってて、だからロックバンドとフォークバンドを同時にやってるっていうね、なかなか珍しい存在で。ロックは何コピーでしょ、やっぱり。そうですね、コピーなんですけど、あの3人一緒なんですね、しかも歌がないという、あ、ドラムとベースとギターだけの、いわゆるインストルメンタルバンドなんで。渋いですね。渋いというか、だからもう事務所にやるしかないじゃないですか、6人編成の歌の入ってるのを無理やり3人でするとか、だから結果なんかアレンジしたみたいな感じになって。あ、でもアレンジはその頃から始まってたんですか。かもしれませんね。そう、弾くだけではなく曲もたくさんね作ってらっしゃるから。そうなんですよね、実はね。かんちゃんね、頑張りますね。もういろいろ、ね、はい、レジェンドですか。あ、言っちゃいけない、言っちゃいけない。そういうことから、まあ、フォーク、ロック、はい、どんどん垣根、まあ、超えてるような、超えてないような、すごい、うん、まあ、自分の中じゃまあ一緒なんですけどね、ロックバンドも。それが音楽人生をどんどん歩み始めるきっかけ、はい、そうですね、まあ、高校卒業して、まあ、ギター人生とかね、やってて、俺はこれからどうしたらいいんだろうみたいな、そういうね、考えますよね。考える時にどう思われたんですか、決断は。決断は多分何も考えてないんですまあどうにかなるだろうみたいな、まあ大体1年ぐらいアルバイト生活でね、アルバイト、まあ、そしたらたまたま自分のこうライブを見てた、まあ、当時のバンドのね、まあ、お仕事やってる方のバンドマスターが、まあ、見に来てらしくて、バンマス、バンマスですね、いわゆるバンマスが見に来て、まあ、その方もギター弾く方なんですけど、まあなんかギターちょっと弾くから、まあ、仕事せんかみたいな。仕事が向こうから声がかかってきた。仕事せんかと、行きます、まあ、それでベースだったんですけど、ね、ベース、まあ、ギター弾くならベースも弾くだろうと、いうことで、でベースを弾くことになったんですよ。マルチなんですね。そうだ、それね、器用にね、ベースを弾いたんですよ、そしたらベースの人がですね、あの僕今でも友達なんですけど、まあ、入ってきたもんで、あのもうベース弾かなくて済んだ。でもギターそこ2人いるんですよね、実はもうギター3人いらんやろと。ただどうしようかなと思ったら、そのフォークバンドでたまたまピアノをね、何曲か遊びに弾いたんで、じゃあピアノ弾けるやからピアノ練習せんみたいなので、そこからピアノが始まったっていう。なんですよ、マルチなんですよ。そうなんですか。私もう神崎先生って言ったらね、いやいや、20歳からなんですよ、ピアノ。ギターっていうイメージがあるけど、まあ、もちろんギターなんですが、すごいね、ピアニストとしても素晴らしいピアニストで、あのその腕をね、あの買ってらっしゃる方も大勢いらっしゃると。だからね、本当マルチなんですよ。でもね、まあ、でもやろうとしてやったわけじゃないですよね。たまたま流れでなんかそうなったみたいな。流れでっていうのはすごいですよ、運命的な。ですよね、まあ今は考えてもね、良かったですよね、そういうのやっててね、楽器いろいろね。でもまあなんて言うんですか、宮崎では有名なバンドで演奏とか、
演奏とかアレンジとか、うん、そうですね、それからどん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 、実はあの CM ソングとかもね、たくさん分けてらっしゃって、まあ、あのものすごくたくさん作った時ありますね。実はこれは神崎さんが作ってるっていう、はい、何からいこうか。小さな手と手と大きな手と手と、すごい会うのが嬉しい木村の気持ち、おむつらんの木村、それもやろ、そうだよ、長崎県民だったら誰もが知ってる、誰もが知ってる、もうね、オンエア長くしすぎですよね、もう何十年やってるかと思いますけどね、すごいね、しびれるよね、やっぱり。これ実はですね、ひょんなことから作って、私がひょんなことから、まあ、ひょんなことからね、ひょんなことというか、全部ひょんなことから、ひょんなことというかね、あの向こうからあの依頼が来たんですけどね、お仏壇の CM 作りたいと、まあ、ただほら仏壇屋さんの CM ってね、なんかマイナー調のか日本調の、なんか暗いじゃないですか、でそれでね、あのもっと明るい、ちょっと違う感じでやりたいって言われて、どの感じですかって言ったら、ニューミュージック風にやれって言われて、でニューミュージックって言われたってじゃないですか、確かに、どんな感じやみたいな、ただ稲垣純一風にやってくれとか言われて、稲垣純一言われたっていろいろじゃないですか、ドラマチックで言われば、ね、でもね、またデモって言うとまたなんか変なこと言うから、分かりましたとか言って作ったのがあるんですよね、何も関係ないですから、ニューミュージックも稲垣純一も何も関係ないんですけど、チーフは稲垣純一だったんだねらしいです。それから何か他は、そうですね、あの地域限定で言うと、チャ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 ララララララン、いつでもパオチャ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 、ウキウキパオチャカチャ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 、知ってますこれ知ってる、いやあんまりちょっとこれはね、斎藤市民だったらみんな知ってるんですよ、斎藤市民、そうかそうか、あそうか、斎藤にパオという、失礼って、あスパーは知ってますよ、パオ知ってます、うんうん、今日これから行くんですもん、パオ、あそうですか、流れてからもしません、はい、はい、だから斎藤に行くとこれみんな知ってます、うん、宮崎市民は知らないかもしれません、確かに、すごい、まあいろいろな曲を、多数の曲もあの書いてらっしゃって、うん、で曲のアレンジとかもずっとされていて、はい、もう本当これあの最初にじゃあギターと出会ったのがおいくつの時でしたっけ、14歳ですね、14歳、中学に、はい、そして何年くらいになるのかな、ということで、あ50年ですよ、半世紀ですよ、半世紀でしょう、とんでもない、50年、はい、半世紀振り返ってみてどうですか、やっぱり運がこうそういうふうに最初から運命的にこう、まあ、そう、まあ、今考えればね、まあ、当時ほらそういうふうにしてなんかこうしたりしたり考えたわけじゃなくてね、なんかなんとなくなったんで、うん、なんとなくなったんでって、なんとなく恵まれてますよね、でもね、ですよね、まあね、神崎先生の50年振り返りましたけれども、はい、後半戦は、はい、神崎先生をもっと深く知る講座を食べることで、はいはい、この後もゆっくりとまたお楽しみいただきたいと思いますが、今日はここまで、はい。